で、レタスのなんか経験談というか、なんかやってみてね、聞きたいから。家でも何もしてへんやん。だって、それを言ってほしいんですよ。レタス何もないねんな、みたいな、ピンチとかみたいな。ああ、そういうこと。はい、それを言ってる人たちが鼻にない。いいよ。言おうか。はい、おきに、武蔵です。第2弾のノードライブということで、前回はお花を話したんですけど、今年、ね、菅野さん、花農家の菅野さんは、レタス。野菜のレタスをやったということで、サニーレタスですね。なんか僕それを聞きたくて、花農家さんが今年なんかでコロナの影響で野菜に転向するじゃないですか、うん、で僕も実際このなんか1年半去年から始めました1年半ぐらい見てて、うん、なんか花って結構思ってた以上になんかデリケートというか、うん、僕は花咲かすだけやからそんななんか難しくないかなと思ってたら、うん、案外なんかこの発種率とか、うん、あと発芽率とかも難しいし、うんうんうん、なんか意外とこう、なんだろう、高さを一緒にするとかも難しいんやなって見てて、花の方が案外難しくて、野菜作るのうまいんちゃうかな、うん、感じ言い方悪いけど、野菜の方が簡単なのかなっていうのを感じて、まあ、僕はそう感じたんですけど、本人はどう思ってるのかっていうのを今回こう聞いていこうと思ってます。なるほどね。実際にその、花やりながらですけど、サニーレタスやってみて、まあ、ちょっと前だな。どうでした？はい、まあ、ちょっとでも2万粒ぐらい前なんじゃないですか。ちょっとその2万なんかちょっと花からした、ね、はい、そうですね、はい、まあ、ということで、どうでした？やってみて、はい、まず感じたことは、まず種安すぎ。そう、それめちゃくちゃ言ってましたよね。うん、まず種安すぎ、ね、だって結構その周りの、いや、あれで高いんやろ。まあ、高いとは言わへんすけど、ちょっとあれやなって言うんやろ。そうそうそう、いやいや全然、まあ、レタスはまだ安い分類ですよ。そのトマトとかがあるから、火砕類があるから、やけどまあまあなんか、え、高いよ。え、ちょ、安いよ全然。いや、あんなんなんかもうあれよ、まあ、言い方悪いけど、はい、いくら失敗してもマイナス7位サニーレタスですか。なるほどね。ってぐらい安く感じた。あ、花がだからそんだけ高いというか、うん、あと発芽率めっちゃ良かったでしょ、サニーレタス。良かったな、めっちゃ良かった。ほぼ100円。僕びっくりしました、逆に花見てこんな発芽率悪いなと思って。金魚草か、金魚草とかもそうですし、ハボタンもそうでしたよ。あ、ハボタンキャベ油中やから、まあ割とあれかもしれんけど、うん、簡単な方かもしれない。ストックはもう去年の種やってからあかんかったけど、まあまあ、そうですね。で言うとあれですね、金魚草でしたっけ。金魚草、あのなんかめっちゃ遅いやつ。そのなんか種代高いも、発芽率も悪いもそうなんですけど、まずあの成長が遅すぎます、金魚草とか。花はそのトルコとかもうダリアとかも、ダリアは刺し目からちゃうけど、トルコとかなんかあれでしょ、苗の期間3ヶ月ぐらいあるんでしょ。あるある、めっちゃかかるよ。どんだけやんねん。レタスなんか30日とかやったじゃないですか。ああ、早かった。早いやつやったら25日とかやったじゃないですか、うん、あれ夏場とかにやってももっと早なるやな。いや逆に発が悪くなりますよ、暑すぎて。 その暑さ障害とか、その高温障害とか、はいはい、なるんで。だから菅野さんが巻いた10月ぐらいか、頭ぐらい、頭とか14とか10月の11とかに巻いたやつはめちゃくちゃいいっすわ、うん、あの時期的に言うと。でもあの時期から巻いて、はい、ワンチャン年内取れたやん。はい、それもいいよな。あ、勝負が早いってことでしょ。そうだって言って、種落としてから言うたら60日ぐらいやん、取れるまでが。まあ頑張ったらね。頑張ったら、はい、60日もしくは80日以内に取れるやん。まあそうですね、基本でも100日かかんねん。ああ、それだったらトウモロコシでも90日ぐらいじゃないですか。まあまあまあ、でもあれはもう時期がそうやん。いや、まあまあそうですけど、多分10月に例えば、花の種まくやん。はい、で植えんのが11月12月やろ。はい、咲くん3月4月3月4月。ねえ、だ取るまでに、だってもうそれで半年ぐらい、もう畑埋まっちゃう。半年ぐらい、3月4月そんなんやね。でもあれやん、そのレタスは例えばあの時期に巻いて植えます。はい、12月ワンチャン12月、うん、で1月2月で取れるやん、うん、って考えた時にすごくコスパいいなと思って。まず種代安いし、種代安いし、あの、ちょっと短い勝負でできますし、短いし、あの空いたスペース埋めれるし、うんうん、であとはあれやな、うん、まあ多分本来は多分やると思うねんけど、はい、普段の管理作業がなさすぎる。あ、まあ、いやレタスはないっすわ、それで言うと、うんうん、普段の管理作業がマジでなさすぎる。もう臭い、もうマルチ敷いたら臭い木なくなりますしね。マルチなくても臭い木ないんちゃうかな、ほぼ、うん、全然なんか勝ち寄るから。そうレタスが、あのたまにほんまにあれやもんな、めっちゃ失礼やけど植えてること忘れんもん。どういうことですか。あ、何もな、あ、そうそうそう、何もしなさすぎて植えてること忘れんもん。あ、まあ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 、まあそうっすね。まあ乾燥しすぎたら水やりとかもあるけど、あ、あるけど、ほぼないさ、うん、追肥もないし、ほぼその適宜に巻いたら、うん、すごくあるよな。パオパオ若干、うん、寒くなったよな。ほんまに巻く時期さえ間違わなかったら、あんまだから、すごく楽よ。
ね、まあまあ収穫自体はまだ終わってないんであれですけど、うん、その収穫するまではほんまに花と違うでしょ。全然全然ちゃう、うん、おそらくちょっと楽やなと思ったっすか。楽やけどその密植度が少なすぎる。あ、そう、花密植度すごいですね、うん、それで言うと坪単価が多分全然違う。まあまあまあ、あと野菜はどこ行ってもライバルいますからね。あー、いるね。単価が安くなりやすいっすわ。レタスはなんかほんま今までちょっと前までやったらすごい化けるっていうかすごい高いもんやったけど、時期によったら、うん、もう今ずっと安いから、ほんまになんかバクチアって野菜の中でもバクチアって言われるもんやから、うん、そう考えたらそこら辺も密植度もそうやけど価格もそうやし、密植度すごいですね花は。ああ、まあすごいな。だから同じそのハウスに植えるってなって、多分例えばうちのハウスやったら、はい、ちょっとハウス入ったからレタス植えたけど、はい、で2000入るか入らんかぐらいっていう。ああ、なるほど。ひまわりで言ったらこう多分1万5000ぐらい入る。あ、だってひまわりも大変じゃないですか。フラワーネットしなかったんですよ。まあ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 、あれはもうな、しゃん。あとパイプ打ったりとか、あんな野菜ないっすよ、まあ、ないな、ほぼほぼ。なんかもう火砕類みたいなことしなかったんですよ、ひまわりは。それがめっちゃ大変そう。火砕類って言ってもあれやん、株もめっちゃ広いやん。いや、まあまあ、なんか、なんかその資材のことは。ああ。マルチ敷いて、冬打ってネット敷いてみたいな、キュウリみたいなことやらなあかんじゃん、うん、やけどなんかヒマワリってどちらかというと花の中で言ったらまた簡単管理ない方じゃないですか、うん、ないな。そのなんか刃物みたいな感じじゃないですか、うん、野菜で言ったら、うん、それがあるから。花はだって花ってあれでしょ、ヒマワリが結構楽な分類に入るんでしょ、栽培の初心者、初心者がやるってなったら。そのダリアいきなりやらないじゃないですか。まあ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 、まあ、初めはヒマワリとかちゃうね。その始めるヒマワリとかまたそのなんかレベルっていうか系統とか低いというか、なんかその始めるビギナーズラック、ビギナーがやる。種でかいな。え、野菜の種でかい。やっぱひまわりもでかいですよ。まだひまわりはでかいけど、トルコ小さすぎ。トルコちゃうわ、あの他のやつ小さすぎ。ハボタンもちっちゃいですよ、同じ油かなやのに、うん、キャベツより全然ちっちゃい、うん、花はそのちょっと野菜遅れてみてのイメージは、あの作業がなさすぎて、はい、逆に面白くない。ああ、なるほど、ね。めっちゃ多分めっちゃ失礼なこと言ってると思うんで、野菜やってる人らに対してな。はい。でもなんかあれやな、刺激が足りんというか。もうちょっとなんかこう管理したりとか愛情込めたりというか。そうなんか触れ合うじゃないけど。はいはいはい。野菜との時間をもっと過ごしたりとか。そう。そんなら草引いたらいいやんとか思うけど、草引きは俺嫌いやから。あんま好きな人おらんす。最近はほんまに暇な時にしかせえへん。それがあるからな。基本的になもうすることない。楽やったな。空いた畑があるやったらなんかもうみんな植えたらいいと思うで。あ、とりあえずタートとかでしょ。そう、とりあえず植えたらいいと思う。それはあるかもしれん。とりあえず植えて値段はもうそっかね。そうだね。まあまあ定期的に出して、うん、まあ、安い中でも高い人もいたりしますから、ね、てか定期的に出したら多分結局アベ取れんで、アベレージ。あ、まあね、確かにな。実際どっかでこうポンって上がるやん、ポンって。多少はね、今年はちょっとまあまあまあ、そうそう、夏出せたら強いかもしれんすね。そうで、野菜はあの時期集中がほぼほぼないやん。まあまあね、まあまあ夏野菜とかやったらもうあの夏のもんみたいなんやけど、あっこにドバーって出るけど、はい、そのなんかな、あの例えばなんかなんて言ってん、なんて言ってんや、一日10時間働かなかった、その母の日やからカーネーションみたいなないやん。はいはい、あ、ないですね。父の日やったらひまわりみたいな、うん、今やったらあんちゃうんですよ、野菜。そのあれやから、年末やから、ああ、年末、あの、祝い大根とか金時人参とかセレベスとか。そう、だからそういうのもあるかもしれんけど、基本的にはその時期集中がないから。花なんか年に何回あるんって話ですもんね、うん、時期集中。うん、そうで、そこでボンやし、そこに綺麗に当てんとな、もう終わりです。そこ当てんかったら終わりなんでしょ。そこは当てんかったらほぼもうずっとあのグラフで言ったら中央ラインの真ん中下ら辺をずっと走ってる。まあ、そういった意味でも割とその花と比べたら、まあ野菜は見やすいという。そうやね。全然ちゃうんすね、花と。そうでも野菜はだからその時期集中がないから、はい、経営はめっちゃ大変やなとは思う。あ、そのずっと定期的に出さなあかんやんか、はい、言い方変えれば花って別にその時期にさえポンってやってたらさ、絶対高いとこが決まっとるんですよね。高いとか需要が絶対高まるところが、そうそうそう、そこにさえ当てれば。そうやな、
まあまあそこに当てるのが難しいねんけどな、結局。まあまあ、でもあれじゃん、なんか台風が来るとかじゃないですか、梅雨が来るとか。野菜の芋のなんかあれじゃないですか、高いとこってもうほんま梅雨の時やから、めっちゃくちゃ難しいんですよ、もうみんなが作れへん時期やから。そういうのではないじゃないですか、言えば。まあちょっと努力、まあ努力というか、なんか何かしらの方法を模索すれば叶えられるみたいな。それが難しいですね。そうなんよな。結果的に花は難しいってことになりましたね。いや、野菜もむずいよ。野菜むずいですよ。野菜むずい。まあ、それはレタスで話してるからね。あ、まあまあレタスで。これが笠になったらもっと難しくなるからあれやけど。まあなんか花と野菜割となんか似とる、同じ農業のくくりやけど、なんかまだちょっと細かく見ると違う。だからほんまにもう言い方悪いけど、植えといたいだけやからレタスは。はい、言い方めちゃくちゃ悪いっすわ。めちゃめちゃ悪い言い方。言い方めちゃめちゃ悪いかもしれんねん、ほんまに。これごめんなさいね、ほんま。まあでも野菜農家もさ、もうそういう時ありますからね。いや、植えといていいだけやから別に。ああいったとこにもう植えまくっといたりとは思ってる俺は。なんかサブ品目は確かにそんな感じみんなしてはります。そう。で、別になんかその自分で、はい。まあ、一番も売れるけど、はい。他にもなんか、何個か持ってるから。まあね、加工屋とかもあれば、飲食もあれば、まあ飲食は今年ちょっとあれやけど。そういうとこに花売っても売れへんから。野菜の方が売れるから。野菜ないっすもんね、なんか個人でここ売りますみたいな、あんまり。ないな、ない。もう絶対市場経由ですもんね。うん。まず市場のなんかシステムが綺麗すぎますもん、花。あ、はいはい。野菜と比べて。はいはい、やっぱそこはやっぱり本当に花はもうここだけにかかっとるというか。うん、ハジの花のあんまないな、直接自分でね、その営業行ってどっかに売ってとかじゃないもんな。もう営業行くんが花屋さんとかそういうのになって、結局市場通してしまってるから、結局市場どっかで噛んでる。なるほど、そこが確かにあるから。そうそう、 あと1個終わりましょう。花と、これ僕今からめちゃくちゃいいこと言うかもしれんわ、花は、まあ、野菜はまず一番うまい時期が自分が取るときじゃないですか、収穫するときが一番うまいじゃないですか、旬が大事というか、花って一番自分が取るときじゃなくて届くときが一番にしな感じ。あ、そうだな、もちろん。そこ野菜ちゃいません。野菜はだって取った瞬間が一番いいじゃないですか、物が、はい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 、一番なんか、なんですか、はいはいはい、そのバーって見たときに、はいはい、一番いいときじゃないですか、取るときが、うんうん、花って一番いいときじゃないじゃないですか、うん、ちょっと手前じゃないですか。手前手前、それもまたちゃいますよね。満開では取らんもん、絶対。そう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 、そうだからなんか咲いてて綺麗とか、綺麗な仕事ってイメージかもしれんけど、はい、ほぼほぼ咲いて花見えへんしよ。あー、なるほどね、うん、もうそうっすね。品目によってはつぼみで出すもんもあるから、うん、ってなったらもう咲いた表情は全然わからん。ひまわりも立ってますもんね。ひまわりはもう立ってるね。そうそう、それがあるから、そこまだちゃうっすね。確かにな、満開では出さんな。あー、なるほどな。野菜は言うたらなんか一番基本取る気持ちいいとか、その見栄えがいいし、花ってなんか自分取っとるときちょっとあれじゃないですか。でも一切あれよ、満開じゃないから、うん、一番見たいところをお客さんに提供するから。野菜はまあまあまあちょっとね、輸送の面とかあったりするから。で、フルーツに似るかもしれないですね、その熟すんを考えて出すんと一緒で。計算してな、そうそうそう、計算してな、計算してな。そうそう、ほんまやな。確かに満開っていうもんほとんどないな。割となんかこう花農家さんってめっちゃ花見れて、毎日なんか綺麗なもん見れていいなみたいな。言うたらなんかひまわり畑とかあるじゃないですか、岡山とかああいうところの有名な、ああいうの見に行ってていいなみたいな、アジサイ畑とか全然毎日あれを 見れていいなと思ったら、見に行ったらもう全部こう閉じとるっすよ。こんなんや、こんなんや。そうそうそう、こんなんで全部切って収穫した後も全部こうやって。今回ダリアで言ったらボール型のやつもね、中はまだちょっとこう咲いてない状態で、全然こうボールなってないのに。そうそうそう、全然この辺でいくもん。そういうのがあったりするから、ほんまに確かに満開で取らんな。ほんまにちゃうっすね、全然収穫基準とかも。そう言われたらそうやな、栽培もちゃうけど収穫基準も全然ちゃうし。違う違う、まだあれですね、もうまあまあほんまに違うっていうこともありますし、花農家さんになるにしろ、野菜農家になるにしろ、もうちょっと野菜農家になった方がいいですね、みんな。そうだ、その綺麗なの見れたね。そのやっぱあれじゃん、撮る瞬間が一番楽しみたい人がおるせん。ああ、花やったら楽しめへんしね。そのなんかもうそのつぼみの状態も綺麗ですよ、もちろん。ああ、まあな、もうないもんな。まあ、逆に言うたらお客さんに見れへんすよ、つぼみの状態。自分しか見れへんすよ、あのその業界の人しか。そういうのもあるかもしれんけど、やっぱり花は、まあ、でもひまわりのな、その畑とか見にたまに来はるけど、はい、こんなんなんやっていうとは言わはる。あ、その満開じゃなさすぎて。そうそう、そうそうそう、意外となんかこうつぼみなんやみたいな。いや、めっちゃなんかみんなやっぱ咲いてるイメージを持ってはんのよ。あー、その業界の人でもですか。その、いや、そうそう、業界の花屋さんでもでしょ。そうそうそう、結構咲いてるイメージ持ってはんねんけど、うん、あの咲いてないから、
咲きそうですっていうやつを撮るから、うん、逆に言ったらまあそこも醍醐味かもしれないですね。そこしか見れへんっていうか、うん、そうやな。あと咲いた後こう見たりするできるじゃないですか、割と花屋さんに並んだとか、うん、まあ、そこをこう楽しむっていうか、こうどこを収穫基準にするとか。なるほどね。だから自分でなんかこの花は何日も使って調べる時ぐらい、満開に刺すのは。ああ、水につけといて。なるほどね。何日でどれぐらいいくんやろって言って、輸送のことを考えて、こう出荷のことを考える時ぐらいですね。そう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 、産地とか園地になるとか、もうそれ全部考えてやってきやるから。だからもう北海道とか行ったらもうこんなんなんでしょ。こんなんでもう全然咲いてない。北海道はあれやで、ほんまにこんなんで取らはるけど、はい、もう咲いてない、ほぼほぼ咲いてない。もう遠ければ遠いほど咲いてない状態で来るんでしょ。来るけど、あ、咲いてないけど、もう一番着く頃にはこんななってる。満開なんですか。そう、満開手前。ああ、そうなんや、びっくりじゃん。まだ須山さんまだ一番近いからあれやけど、もっと遠いじゃん、もっと咲いてない状態で来るんでしょ。そう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 、だからなんていう、そのそこが一つだから強みやな、近いからこそ。ああ、まあもう、うん、だ、園地勝負する人はほんまに花屋のイメージあるじゃないですか、花屋さんの、うん、花の方の満開で撮るみたいな、うん、あのイメージは持ったらもうおしまいってことですね、園地に出す人は。ない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 よないよないよ例えば俺が今、まあまあ今はほぼほぼその地元としか出してないけど、はい、東京とか出すって考えたら、はい、多分切り前、多分あと2日3日2日ぐらい早なると。あー、ひまわりとかも全然もうこう立っとるとか、もう立っとるがあかんくなるんですね、うん、産地とかもほんまにこんなんやね、閉じとんすか、もう、うん、もう中見えてないでしょ、額。え、ちょっと黄色がチラッて見えてるから。あー、でも結局届く頃にはこうなってるから、満開、まあ、ほぼ満開みたいな、もう6分咲きぐらい。うん、まあ、ちょっとなかなかな、世界ですね、なんかやっぱそういうぐらい。でも多分そんなの全部逆算してやってはんやろな。すごいわ。延長になればそこまた面白いとこが出てくるかもしれないですけど、難しいですけどね。難しいけど、そこもまた面白いところであり、むずいと、こう毎年挑戦できるところであって、それと同じことをしたら勝てへんから、結局。はい、地元の良さは何かっていうな、しっかり、はい、戻ってきましたね、話が結果そういうことですね。何話したっけ、レタスについて。レタスについて、野菜と花は何が違うのかって話だったら、結局ここまで来ました。はい、まあでもね、まあ、野菜と花、まあ、今回本当にサニーレタスしかやってないんで、火砕類は知らないですけど。うん、知らん。まあそんな感じで、まあ若干フルーツに似てるとこがあるかもしれませんね。ちょっとな、うん、追熟、完熟前というか。そうですね、追熟の計算を入れるのと同時に、そうそうそう、花もこう開花の計算を頭に入れて、あ、これぐらいでいったらいいやっていう、まあ、そういうところがあるんで、なかなか、まあそういう感じで野菜と、うん、花の違いでございました、うん。まあ、話は脱線しましたが、うん、結構面白かったですね。多分これはなかなか目線的にはないと思う。おもろかったじゃん。はい、よかったです、ありがとうございました。はい、多分真っ暗で画面見えてませんけど、多分途中からラジオになってます。はい、ということでありがとうございました。それでは、お疲れ様です。お疲れ様です。グッバイ。そう、毎回それやろうですか。行ってらっしゃいみたいなノリで。花農家を始めようとなった時に、うん、どうしたらいいんやっていうのがあるんですか。どうしたらいい。はい、花農家になりたいってなった時に、なんかまずこれとこれをなんかしなあかんとか。いや、もうあれ、なんか他の農家さんと割と話してるから。はい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 、僕らはハードル低いかもしれないですけど、うん、なんかあんま行ってないとか、うん、あんま足運べてない方とかを見たら、なんやろ、結構農家さんですごい硬いイメージというか。いや、アットホームやで。そうそう、なんかそういう質問とか聞けないイメージあったじゃないですか、うん、だけど割となんかこうみんなこうすごい親身に聞いてくれたりとか、全然全然